はい、皆さんこんにちは、2020年6月25日の木曜日でございます。5時23分を過ぎたところでございますね。今日もコーヒーやっていきたいと思います。今日はですね、こちらもう早速セットしております。こちらでございます。カリタでいきたいと思いますね。もうセットもう一式セットしております。こちらですね、借りたできたと思います。で、まず、借りたですので、こちらの借りたの、こちらですね、借りたですね、扇形のトリッパーでございます。でこれをセットしましてですね、はい、ここへ、こんな風にセットしました。ここへですね、今日のコーヒー豆ですけども、今日はですねこちらを使います。前回もございました、これですね、ティーコーヒーのスペシャル、ブレンド、プレミアムスペシャルブレンドですね。こちらを使います。で、借りたのミキサーがございますので、これを使いたいと思います。はい、これですね。こんな感じでございます。はい、ちょっと中引きでいきたいと思いますね。ぐらいですかね。はい、ではこれにお湯を入れていきましょう。ですね、こちらのカリタですね、ポットを使いまして入れていきます。最初は漏らす程度でちょっとだけ入れます。まあこう今日のですね、まあコーヒーなんですけども、コーヒーはもう皆さんご存知だと思いますけどね、まあいろいろございます。まあ今回はですね、こういったあの、プレミアムスペシャルブレンドなんですけども、他の種類も、まあ、結構ありましてですね、まあ今度はねそちらの方もちょっと使用したいなということでございます。またそういう時にはね、また紹介いたしたいと思います。こちらにはね、プラスには氷が入っております。若干溶け始めまして見えております。今日ちょっとね、暑いですね。30度、どうですかね、ここも30度はいってませんが、他のところはどうでしょう。30度超えてますかね。結構ムシムシするような暑さだと思います。
外にいるときはね、今日曇ってたんで、まあ、割かしと涼しかったんですけども、家にいるとね、まあ、エアコンとかにつけない限りはね、ちょっとムシムシした暑さじゃないかということなんですが、皆様どうでしょうかね。はい、このように今日もですね、濃い、コーヒーが出来上がりました。どうしようね。はい、これで全部落ちましたので、それでは戻します。はい、こちらの方へ移しまして、はい、ちょうど1杯分です。ちょうど1杯分できました。はい、ということで今日のコーヒーの完成でございます。はい、今日のです。こうね、どうでしょうかね。氷が入っていてね、いい感じにつけて見えますけどね。では、どうしましょう。先にいただきましょうかね。ですね。先にいただきましょうか。はい、今日いただき、先にいただいてみましょう。はい、いただきます。いつものブラックな感じですね。はい、ということで今日のお菓子です。今日はこんなお菓子を用意しました。こちらです。クリーム玄米ブランということですね。朝日食品ですね。スーパーで買ってきました。抹茶濃いめとかって書いてますね。こんなふうに抹茶ですね。ちょっと見えますかね。抹茶、中に抹茶が入ってるということでございます。そして裏面がこんな感じでございますね。はい、抹茶、小麦粉とかね、まあ、いろいろ入ってます。抹茶は宇治の抹茶を使ってますね。宇治というのは京都の抹茶ですけども、はい、今日はこれでいきたいと思います。何ていうんですか、お菓子みたいな、あ、こんな風に入ってますね。こんな風に2つ入ってます。はい、2つ入ってました。ということで、1ついただいてみましょう。いただいてみましょう。的にこう抹茶緑色ですね。抹茶が中に入っていて、そしてこれは何ですかね。抹茶のなんか、クッキーみたいなのが挟まっているっていうことですかね。ではいただきたいと思います。いただきます。あ、柔らかいクッキーみたいな、何ですかね。でございますね。中見てください。もう分かりません。この横が見るとね、抹茶のやつがクリームが挟まってるんですけど、このかじった後見ますとね、どこに抹茶がこう挟まってるのかよく分からない。上も下もね、抹茶のあれが挟まってる。もうクッキーじゃないですけどね、そういったもの挟まってる。甘さもね、そこそこありまして、結構美味しいですよ、これはね。抹茶好きな人はね、ぜひね、おすすめだと思います。これはね、朝日食品ということで、コンビニではございません。スーパーにね、で買ってまいりましたんで、
まあ、売ってるところと、まあ、売ってないところと、まあ、あると思うんで、もしあれでしたら、まあ、探してみてください。もしあれだったらね、これ一度買って食してみてください。これ美味しいですよ。レモンに入ってますね。グリーンティーって書いてますね。玄米ブランということで、ね、玄米で作ったあれが挟まってるんですかね。あ、中に白いのがあったんですよね、確かに。それが玄米ですかね。今日のコーヒーでございました。今日はですね、こちら玄米ブラン、クリーム玄米ブラン、こちらをお菓子で、コーヒーをいただいてみました。今日はこのぐらいにしておきたいと思います。また明日もやりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では今日はこの辺にしておきます。ご視聴ありがとうございました。